シルフィードレール収まりましたスタートしましたほぼ揃いましたコースタートを切ったのは8番のリバーラ 外からは10番バレリーナ内から6番レッドヒルシューズ最内を押して押して1番薩摩の女が上がっていく3番クインズエルサそして12番のシルフィードレーブ行為を固めます中段に11番アロマデローサ内には4番トゥーテイルズその後1一番審査後ろから4頭目9番サルサ・ハウプリティ7番コスモ・フーレイそして5番のブトンドール最後方から2番ミカって呼んでいい3コーナー回っていきます 前は8番のリバーラ先頭リードは1馬身ほど2番手10番のバレリーナが続いて800を切りましたスタートからの 600m34 秒4でいっています3番手インコース1番の薩摩の女外で並んでいっている12番のシルフィードレーブ1馬身差5番手3番のクイーンズエルサ中段の前に6番レッドヒルシューズさらには4番トゥーテイルズ4コーナーへと向かっています前は8番リバーラ先頭リード1馬身追って10番バレリーナ外からじわっと 前に接近してくる12番シルフィード・レーブ4コーナーから直線コースに向かいました8番リバーラ先頭リードは2馬身12番シルフィード・レーブ10番バレリーナの2番手争いに外に出して追い上げる6番レッドヒルシューズ3番クインゼルスは空いた内を狙って4番トゥーテイルズ2 0を切った先頭は8番のリバーラリードは2馬身から3馬身ですが外から6番のレッドヒルシューズさらには5番ブトンドール内から4番トゥーテイルズ追い上げますが2着争い先頭は8番リバーラダゴリン・ゴール2着は5番ブトンドール3着6番レッドヒルシューズ